選手とも初めてのタッグチームを組みました。さあ八津鶴田にタッチであります。さあジャンボ鶴田、ジャンボ鶴田、相手はダニー・クロハットに変わりました。さあどうかエルボーを打っていきました。鶴田選手はこの不意をつく技がキーポイントになるだろうと分析しています。さあ、あっとジャンピングに、山田さん、広島の鬱憤を晴らすかのようなジャンピングに連発ですね。そうですね、しかもねタイミングがとてもいいんですよね、はい、でああやって乱入してきた相手に対しても、深追いはすることで一発で追い出しているというあたりがすごいですね。そうですね、それから鶴田選手のファイトが前回放送の後楽園を見てもそうなんですが、やられたらやり返すでなくて自分からやってるんですよね。そうですね、非常に積極的なね、もともと鶴田選手ってのは、はい、非常にうまいレスラーでね、受けていくでしょ、円髄やつ、最近は非常に積極的な攻めの姿勢というのが出てきてますよね、はい、さあ八津芳明が今度割れてまいりました。まあ今日の試合は、横浜大会への前哨戦の意味もあるんですが、もちろんパワースラムです。世界最強タッグ決定リーグ戦、その前哨戦の意味合いもあるわけであります。さあ阪神が今日は非常に荒れております、荒れております。さあ鶴田が今度は八津に代わって入りました。バックドロップか、バックドロップだ、ここで出してきました。バックドロップ、珠玉のバックドロップ、三半線が出てまいりました。なんかどっかで見ているだろう天竜選手に見せつけるような、山田さん、バックドロップって言っていいですね。今日はね、タイミングの取り方がいつもとちょっと違ってましたね、はい、そうですか、さあ今度は場外戦だ。やはりこの2人がやり合います。横浜決戦、ヤスとハンセン、さあもう一回行きそうだ、2連発だ、納得できるバックドロップ、手4つ抑え込んだ、3